角前君が先手ですかね。さあちょっと土地が弱いですね。まさかの2マナ土地なし。ないですね。ただ1ターン目に虚空の杯がしっかり設置できる。さあ指導例から杯ですが、これには小林選手の処置から飛んでこない。小林選手けど、爆薬が手札に見えるので、うん、さあ角前選手はおそらく不毛の大地からバリスタなんですけど、これははまりそうですね、バリスタもしや出せない X1 出せないか多分今ジャッジそれを確認してるとマナコストいくつですか的な質問じゃなかろうかと。多分このタイミングそれ以外聞くことが多分ないんじゃないかなと。さあこれはコストが2だったということを多分確認して満を持して、さあしかしこれは小林選手としてはもう極上の一手ですね。さあここで仕組まれた爆薬、さあ角前選手もこれは予想していなかったでしょう。 X は0と。荒木物の都から反対の権者につなげていくか、つなげましたね。さあ、プレイヤーは異なるんですが、先ほどこのマッチアップで鍵になった総員の同士がありますね。総員の同士、渦巻く知識、渦巻く知識、総裁。手札にちょっと10手があるんで、少し悩んでいますが、そうですね、歩行バリスタも、チャリス・オブ・ザ・ボーイでも場に出た後はコストがゼロなので、ここはどうですかね、津村選手でしたら、僕は総員の同士抜きそうでしたけどね。さあエンド前にもちろん起動されて本体に対応して1点。まずはメインデューズ爆知識。さあちょっと手札に土地が多かったので、これで、不要な土地をライブラリトップに戻して、フェッチランドシアンありと、もうそのままシアンもキャストしそうですね。さあ小林選手は、難題を除去できるカードが引けるとベストですね。おっと、さあ濃い3枚ですね。瞬勝プレディクト神ジェイスですかね、まあこのまま引いて問題なさそうですが、角前選手の次のターンのアクションが弱いようでしたら、もうそのままジェイスでバウンスして時間を稼げばいいですし、角前選手が追加のプレッシャーのプレッシャーとなるカードを唱えてきたら、1回総員の同士で時間を稼いでから神ジェイスというプランが見えます。で引いたのを作り変えるものですが、さ、やはりけど難しいですね。もう週末を積んでそうにも見えますし、サソイン同士をキャストしましたね。はい、実手はフォースオビルでしっかり打ち消すことができますし、渦巻く知識は即座に唱えることができるので、さあここはとりあえずウィルは切りそうですが、どれを切るかといったところですよね。まあ瞬勝ですかね。トップに瞬勝もう1枚あるんで、今のところ、神ジェイスは必要ですし、さあやはり総員の同士が強い。さあ渦巻く知識でさらに文句トークも出して、同時に果敢も誘発している。さあ今角前選手が、ウエストランドを起動した時に、4マナ目の土地がなくなるという問題があったんですけど、ここでしっかりそれも解消されて、神ジェイスが確定しました。さあ戦闘終了後に2匹目の難題の予見者が出てきても大丈夫なようにトップにジェイスを隠して。さあ今片方のトークンは 2-2 ですかね。作り替えるもブロックしている方がおそらく 2-2 かと思われます。そうですね、はい、おすごいゴリラまさか2マッチ連続でまさかさあ角前選手は結構もう使い切りましたね、こうなるとここで神ジェイスが出て難題をバウンスされると、まだリソースの面では角前選手まだまだ食らいついていると言っていいでしょうか。いやもう難題バウンスされても出ないんで、対する小林選手は、このターンプレディクトで一旦我慢しても、角前選手もう手札がなくて、次のアクションも3マネ以下と確定しているので、対する小林選手は、トップにボルカニックアイランドが積んであって、プレディクトで2ドローしながら総員の同士のトークンを生み出せる状態なので、さあ強いですね。ここで呪文が連鎖し始めると本当にもう総員の同士だけでゲームを制圧できるほどの力を秘めているので、さあ角前選手引いたらウィーンの目と、まあさあ小林選手は先ほどと同じこう、同じ動きでトークンを生み出しつつ片方を強化して、さあとにかく強い、もうこういった状態になってしまった角前選手としては、現実を砕くものであったり、現実を砕くものでもちょっと物足りないですね、もうあまりに小林選手が呪文が大量にあるので。3点は通して、有権者はチャンプロックしましたね。さあこれは次のターンのジェイスをしっかり守りきりたいという表れかなと。さあジェイス登場。ゼロ能力でもうかなり完璧なドローでしたね、今一番欲しいのが、ソードトゥープロシャスだったと思うので、これで難題の有権者を対処しつつ盤面もそろそろ制圧してきましたね、次のターンで攻守が入れ替わりそうなので、角前選手はちょっとここでインパクトのあるカードは引きたいところです。終末を招くものですが出なさそうですね、まあ、ただこのターンは、作り変えるものが、死にそうではありますね。ジェイスに行くと、小林選手はテイクはできないんで、おそらくソードトゥープロシャスまで打つと思うので、作り変えるものが誘発してマナ関係のカードが出ればキャストすることはできます。ただ上ジェイスが依然として睨みを利かせているので、速攻も何もないクリーチャーではちょっと物足りないかなと。そうですね、ただ小林選手今かなり盛り返してはいます。もう 7-3 ぐらいですかね、もっと あるかもしれないです。このマッチアップ、昔はエルドラジが少し有利と言われてましたけど、総裁が使えなくなったことがこのマッチアップにおいてはかなりいいかもしれないですね。もともとこのマッチは、強くないカードだったので、さあ角前選手はちょっともう劣勢なので、もう相手に何か呪文1枚あったらしょうがないぐらいの、さあしかし小林選手はしっかりとソードトゥープロシャスを持っているため、さあもうこれで完全に入れ替わりそうですね。盤面がさら地になってただアボブですが、もう小林選手はジェイスがなくても勝てそうなぐらい強い場で、もうこいつを延々とバウンスしてれば、さあ一応魂の洞窟で夕食マナーを出してカウンターされないように、さあここから小林選手は怒涛の呪文連打で文句トークンを増やしつつ、総員の同士たちのパワーを上げていきます。出ましたね、先ぶれでのこの対戦相手を、さあもうこうなるともう全体除去、すべてはチリにぐらいしか警戒すべきカードがないので、しっかり安全確認をして、さあこれをこのまま置いても何も問題なそうな内容でしたね。土地、梅沢の実ってミミックだったので、初心者の魔導士から始末招くものも剣をスキンで追放。さあ角前選手ライフ多分今ので25とかあると思うんですけど、もう次のターンには絶対に死ぬぐらいの、現時点ですでに呪文を3回唱えているので55と44ですかね、でかい。さあそして次の谷はさらに4匹の文句トークンも一瞬で膨れ上がってきますね。圧巻ですね。もうこうなってしまうとさらに先笛で自分のライブラリも確認。もう小林選手としては呪文だったら何でもいいぐらい条件が緩いです、ね。うん、もう次のターン確実に致死量が入るんで。さあこれで66と55なんで16点かな。さあそしてアップキープには先ぶれの2ドローがあって。ここで角前選手が早い早い。まずはラウンド6ですね。これは1本目は小林選手が勝利しました。そんな同士出てからの決着までやはり早いですね。そうですね、本当にもう生き残っちゃうともう大体2ターンあれば余裕でゲームを決めてしまうぐらいの力があるので、また今ゲームを決めたのは爆薬でしたね。多分1枚か、多分1枚しか入ってないと思うんですけど、素晴らしいタイミングですね。そうですね、歩行バリスタまで壊すことができたので、角前選手としてはかなりプランが崩れてしまった。お強いですね。これは相当100点に近いぐらいですね。ウギンの目が2枚だけですね。それ以外はもう何も不満がない。さあメジストのトゲ、さあこれが通ってしまった小林選手は当然1ターン目はエンド。おおすごい、角前選手今手札が難題の予見者、現実を砕くもの2枚マナを出す赤のゴリラクリーチャーと、さあ候補としては、渦巻く知識か、アメジストの時を破壊できる可能性があるウェアティアか、まあ、モーソンも。ピッシングニードルの2マナーバージョンですね。今日もかなり前回のヴィンテージシーン挑戦者決定戦でも使われているぐらいの、新しいカードもね続々こういったフォーマットにも使われていると。さあお素晴らしいドローですね。今、クロックが一応盤面だけだとここで現実を砕くものを追加して9点しかないので、それを埋める。嬉しいですね。さあ対応して、渦巻く知識を打ったところでフォース・オブ・ウィルはアメジストの都合で打てないため、さあ残りが11、そしてここでミミックが追加されると盤面だけで11点が。さあ小林選手はもうこうなると奇跡パターンしかないですねまずはさあ小林選手は、ここでターン終了時に渦巻く知識を打って、奇跡というにはちょっと人為的ですが奇跡を引き起こすための下準備をなんとか引きたいが、さあ今のところ終末はないので、さあ残念ながらけどこれは引けてなさそうですね。本来だとアメジストのトゲがない状態だとここからドロースペルで、希望がつながったりするんですが、もう1マナのスペルを打ってしまうとターミナスプラスアメジストのトゲってマナが残らないので、小林選手としては次の打ベンディリオンですかね。ベンディリオンで一旦稼いでフェッチランドから奇跡を願う。その次のターンが先ブレからいけるのかな。そうですね。合計4マナが必要ですね、先ブレ使うと。さあ、ただしもう残り時間はほとんどありません。このターンを、なんとかベンディリオンでしのいで次のターンドローにかける。さあ、そしてドローステップに角名選手、多分スペルが、砕くものしかないので、これなかったらもう決着してたんですが、さあ、しかし角名選手だけどクリーチャーのサイズ、ミミックのサイズが上がればいいので、クリーチャーなら何でもゲームが決まりそうです。しかしドローしたのは魂の洞窟。さあ、もうこれは他に道がないので7点テイクして1位。さあ、小林選手、週末を打てるか。さあ、引けなかったようなので、ここでめくれればチャンスあるが、これはほんまもんの奇跡ですね。全く作為的なものではなく自然の力に。さあ、奇跡は起こるか。さあ、先ブレというカード、相手のアップキープにドローですが、これは島さんなく剣をスキーにで投了と。さあ、ゲームカウントは 1-1 となりました。さあ、3本目。角前選手、ちょっとランドが多いか。そうですね、まあ、ただ2ターン目に難題を出せそうな手札には見えますね。銀と銀の目はある。対する小林選手は先ぶれ下ハメジェイスと、もう1ターン目の、アメジストのトゲとかはしっかり打ち消せるぞと。しかしこのツンドラは豊富にある桃大地の餌食ですが、ここはどうでしょうね。さあ、アップキープに破壊していきます。奇跡が1ターン目に基本地形を置かないっていうのは、基本地形が全くないか、それか大量に土地があって誘っているかですね。なるほど。この場合は誘っている場合ですね。そうです。小林さんとしては、それでターンが飛ぶんだったら問題ないだろうって判断だと思います。さあ、空白の2ターンが過ぎてようやく小林選手、自分に先ぶれを打っていきます。さあ、このまま引くようです。熊谷選手は、今エンシェント2も引いたので、このターンアクションが一気にできる行動が一気に増えてしまいましたね。さあここは、2アクションを選んでいるようです。そして作り変える。さらに忘却巻きも、ね、そうですね、手札はかなり強いですね、対する小林選手は少し盤面に触る術がないので、ただチャリスとか、そういった致命的なパーマネントに対してはしっかり対抗手段を持っているので、あとはしっかり奇跡できるか、1回は盤面を一掃しなければいけないと思うので、やはり週末にたどり着けるかといったところですかね。そうですね、ここからどう動いていくか。さあ角前選手の手札にもありとあらゆるエルドラージが、角前選手の号令を待っております。現実を砕くもの、現実を砕くもの、難題の予見者、すさまじいですね、合計マナコスが20マナぐらいから無色4マナ、参入銀の目で2マナずつ減っていると。まずは馬逆から、さあ小林選手は今、春章と渦巻く知識が墓地にあるので、どうしたものかと。あとまたフェッチランドはほとんど、アーボーグが出るまでは無色マナというか、もうそれさえ出ないので、まだ能力が解決して、忘却マギ自体は解決しないよっていうところですかね。さあただ、今ブレインストームで積んでた1枚も含めて不要牌っぽいものは一応、取り除いてくれたので、良くも悪くもここで改めてリフレッシュされたライブラリーを春章ブレインストームで操作して、さあここでターミナスが詰めればいいんですが、さあとちとちとちでしたね。すごいですね、6連続土地春章これは逆に忘却巻きされてなかったらちょっと、そうですね、かなり土地が続いてた可能性ありますね。さあここでちょっとトップが何もなかったので、さあ取られたのがフェッチだったのが不幸中の幸いですね、ちょっとこれが普通の土地だとこのターンにチャリスが出てきたりもあったんですけど、熊谷選手はほとんどこのフェッチランドを、アーボーがない限りは使うことができないと。週末はおそらく4枚入ってると思うんですけど、なかなか引かないですね。さあそして小林選手は神ジェイスをキャストするのか、それとも試案でいくのか。さあ呼び出しました。自分のトップを確認しに行ったとね。。しかしここで角前選手はまずは現実を砕くの。これで、ジェイスが死ぬことは確定しました。さらに X1、 もう週末以外では対処しきらんぞと。手札に現実を砕くものがもう1枚あるので、このアタックをどうするか少し悩んでいる。2匹ジェイス、1体本体っていくと確実にジェイスは壊せるんですが、手札に現実を、砕くものがあるのでライフを詰めることにも意味はある。さあしかし角前選手は確実にジェイスを落とせる方を選んだみたいです。まあここまでの一連の動きで小林選手かなり、手札がそんなに充実しているとは思えないので、今の段階で手札に終末があったらブレインストームしてもおかしくないですし、まあ、そもそもジェイスを出さないという選択肢もあったと思うので、ここでミミック。さあ、一応能力的には手札に抱えておくこともできますが戦場に出したようです。角前選手手札強いですからね。これが終末されても十分リカバリーができるということで、さあ絶対絶命の小林選手。角前選手としては、対戦相手がしのぎ切った場合に備えて現実を砕くものはできれば取っておきたい。このターン奇跡が起こってしまった時用に備えて、まあ、なのでまずはその他の呪文で、対戦相手のリアクションを見て、さあまずはアメジストのトゲを。さあ先ほどまで小林選手はライブラリー操作をしていないので、このターン起こり得るとしたら、奇跡を起こす手段としてはプレディクトぐらいですかね。プレディクトを自分に打って、さあ角前選手このターンに勝つのは諦めたか、現実を砕くものを温存したままダメージを詰めて、まあ、おそらくどう戦闘しても5以下にはなるので、これでミミックが 4-4 になるので、さあ一応対象に取りましたが、おそらく使えない呪文だと思います。ソーサリーの先ぶれですね。さあミミックのサイズも上がって最低で9点ですかね。じゃあ8点か、8点入って残りが4。そして手札には現実を砕くもの。さあもう手札も知っているので、この状態を覆せるカードはないでしょう。奇跡しかないですね。おお。でない。一応切って思考の氷結。さあただこれで角前選手の大枠通り。ライフ5以下にしていたんで、小林選手は今アメジストのトゲの影響もあって呪文を唱えることができません。さあそしてもう100点ですね。一応確認と、そしてゲームセットですね。さあ削り取りました。小林選手の土地が角前選手のデッキに入っていっちゃいました角前君気づけサイドボードを返してきてもいいね。はい、というわけで、ラウンド6レガシーラウンドのラウンド6の勝者は角前照也選手でした。おめでとうございます。